はい、皆さんこんにちは。ゴーチャー先生ことファイナンシャルプランナーの土屋ゴーと申します。FP 裏話表話ということですね。これから家庭のお金に関することですね、いろんなことをですね、面白おかしくなるべく優しく楽しくですね、簡単に説明していきたいと思いますので、どうぞ、チャンネル登録などしていただいて今後見ていただければと思いますので、どうぞご期待ください。ではですね、今日はですね、ちょっと真面目に、まずは最初ですので、なんでファイナンシャルプランナーが必要かということからお話をしていきたいと思います。ということでですね、特に、子育て世代の皆さん、皆さんのですね、お父さん、お母さんがですね、昔ファイナンシャルプランナーに相談をしたという人はですね、いるでしょうか。まあ、ほぼいないと思います。まあ、なんでかと。言うとですね、そもそもまあそんな職業なかったですし、なんでなかったかといえばですね、今とは経済状況が違うからということが言えます。で、例えばですね、昔定期預金の金利、良かった時はですね、10% なんて利率の時もありました。ですし、保険に関してもですね、今お宝保険なんて言いますけれども、利率はとても良かったですね。だから自分で、ね、運用のこととかあまり考える必要はなく、買ったということが言えます。で、年金に関してもですね、その時は不安もなかったということになります。だからですね、細かいことは考える必要がなかったというのが昔の話です。じゃあ今はどうでしょうか。はい、このこと言うのもですね、悲しくなりますけれども、銀行にお金を置いておいたとしてもですね、ほとんど金利はつかないですよね。年金に関してもですね、なくなりはしないでしょうけれども、もらえる年齢が遅くなったりとか、何らかの形で減額になる可能性は高いと思われます。だからといってですね、銀行とか保険会社とか証券会社に相談に行ったとしてもですね、例えばこれが売れ筋ですドーンなんて言ってですね、何の根拠もないですね、金融機関に有利なものを勧められてしまう可能性が大きくあるということになります。なんで売れ筋かっていうとですね、一生懸命頑張って売っている、営業しているからでありまして、なんでじゃあ一生懸命営業しているかというと、それは金融機関が儲かるからということが言えます。なので、それがですね、皆様にとって有利とは限らないと、むしろ不利であるようなものが結構往々にして見受けられるということが言えます。全てではありませんけれどもね。だからですね、皆さんの側に立ってくれるプロとして、私のようなですね、独立系ファイナンシャルプランナーが必要ということが言えるということになります。で、今ですね、私は貯金がないから関係ないとかって思ったあなたですね、それは違いますと。で、これからですね、貯金を作っていかなければならないからこそですね、ファイナンシャルプランナーが必要ということが言えると。言えます。じゃあ実際ですね、私のところにですね、相談に来られる方、どんなきっかけで来られるかというとですね、いっぱいいろいろありますけれども、例えばマイホームの購入とか、結婚したとか、あとは子供が欲しいとかできたとかですね、教育費のことです。保険を見直したいとか、資産運用したいとか、いろいろありますけれども、共通して言えることはですね、なるべくですね、早めに、予防の段階で来てほしいということです。例えを挙げますと、頑張ってですね、高すぎる家を買っちゃいましたと。で、その後に来ていただいても、もちろんですね、どうやって払っていくか、どうやって改善したらいいかってことはですね、提案して、一緒にですね、その実行もしていきますけれども、でももしその買う前に来ていただければですね、もっともっとたくさんの選択肢があったということになります。今は、家の話で言いましたけれども、保険だろうと資産運用だろうと、何だって同じです。なので、なるべく早く来ていただいた方がいろんなことができますよということで、こちらですね、なるべく早く来ていただくというのが、一番のポイントでもあります。で、最終的にはですね、家庭のお金のことはですね、プロにある程度任せていただいて、皆様は仕事に精進していただくと、そんな環境を作っていただければな、作っていければなと思っております。で、もちろんですね、相談料はいただきますけれども、簡単に元は取れると自負しております。
ということでですね、今回ですね、なぜ FP が必要かということの、一例を挙げていきましたけれども、次回はですね、私がどんなことをして相談の解決をしていくかということを話をしていきます。よろしければね、チャンネル登録していただいて、また見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日は、ご覧いただきましてありがとうございました。